皆さんこんにちは、カンタです。ブラッドストーカーの運用方法を番外編ということでやっていきたいと思います。ちょっとね、本編の方ではこいつの動かし方についてあんまり触れられなかったので、こんな感じで場を設けさせていただきました。ちょっと難しいんですよ、操作が。まあ慣れるまではね、慣れたら簡単なんですけど。ということで、一番簡単なやり方から一個ずつ紹介していこうかと思います。まず一番簡単なやり方、右クリック。右クリックで糸を2本出す。でその後は右クリックをずっと押しっぱなし。最初に右クリックを押した後はずっともう押しっぱなしにする。これさ、今ジャンプとかしてるよね。ジャンプとかしてるけど、僕別に自分でジャンプボタンとか押してないんですよ。これまた再度糸吐き出したけど、これ別に何も押してないです。右クリックずっと押しっぱなしにしてるだけです、僕は。これいわゆるオートマ操作なんですよね。このブラッドストーカーが自分で判断して糸を吐き出し、自動でジャンプもしてキューって飛んでってくれる。プレイヤーがやることは、右クリックを押しっぱなしにしながら進行したい方向を向くだけ。今やってるのってそれだけです。それだけでここまで全部自動でやってくれます。自動車でいうオートマ運転なんですよね。まあ、ただね、めちゃくちゃ簡単なんだけど、まあ、完璧に思い通りに進んでくれる感じでもないんですよね、やっぱり。まあ、ほとんど概ね言ってくれるけどね。まあ、正直ちょっとなんかよくわかんねえなぐらいな感じだったら、ずーっと右クリック押しっぱなしでもいいぐらいな感じです。それだけでもね、すごいでしょこれ。もうスパイダーマンのごとくですよ。なんかたまにあんな感じになったりするけど、スパイダーマンのごとくピュン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 飛んでいける。移動手段としてジェネシス最強なのはもう間違いないです。飛行生物がね、限られてますからね、今回のマップでは。でこの操作方法からさらにちょっと使い勝手を良くしたいなってなったら、これプラス移動中にスペースキーでジャンプをする。移動したい方向に向かってジャンプボタンを押す。これ自分の好きなタイミングでジャンプできるので、まあ、これだけでだいぶ変わりますね。というか正直ね、このオートマ運転プラスジャンプだけで、まあもうブラッドストーカーの移動方法については十分だと思う。これだけでもうね、いけないところはないんじゃないかなぐらいの感じですよ。はい。で糸を出す場所についてはこんな感じで白いターゲッティング、まあ、白じゃなかったりもするんだけど、ターゲッティングがされるんで、まあ、そこに向かって放つと。まああんまり気にしなくていいんだけどね。基本的には進みたい方向に向かって、視線を定めておけばそれで OK。 はい。で今ね、基本的にこれ右クリックの場合は糸を2本吐き出してるんだけど、1本もできます。1本どうやって吐くのかっていうと、左クリック。ただし左クリックの場合は糸の巻き取りができないの。糸の巻き取りをするには2本の時しかできないんですよね。だからこんな感じでブラーンって糸の長さは変わってないんだね。もう最後は引っ張られるんだけど、最後は引っ張られるんだけど、基本的には引っ張られない。だからジャンプをある程度、まあ、2本で速度をつけた後に1本の糸でブラーンっていってからジャンプ、ジャンプで1本で方向ある程度整えながらジャンプ、キューっていってジャンプ。ワイヤーアクションみたいな感じだね。速度に関しては、まあ、2本の方が多分出るんですけど、安定性は1本の方があるかなっていう感じですね。ね、方向を変えたい時とかこういう感じでね、1本の使い方としてもありかなと。よりオートマ運転からマニュアル運転に近づいた感じですよね。でさらにこの糸を途中で切ることもできます。これはコントロールキーです。コントロールキーでずっと
コントロールキーでブツッと、これは1本だろうが2本だろうが一緒ですね。なので速度をそのままに糸だけ切って、その方向にふわーっと慣性で飛んでいくみたいな感じにもなるし、なんか変な風にくっついちゃったなっていう時にピュッと解除することも可能。コントロールキーで解除で、スタミナを消費するんでね、糸は出せるんだけど、スタミナが尽きてしまうと引っ張り寄せられなくなっちゃう、上に上がれなくなっちゃう。でもね、糸は出せるから、まあ、移動できなくなるわけではないんだよね。ジャンプとかできなくなるけど。で、コントロールキーで糸を切って、で、コントロールキーはそれ以外にも長押しをすることによってパラシュートみたいにゆっくり落下するっていうのもできるんですね。そんなに空気抵抗を受けてる感じはないんですが、このヒレかな、なんか水かきみたいな、このヒレか空気を受けてゆっくりになってるんですかね。コントロールキー長押しでゆっくり落ちていきます。長押しでゆっくり落ちる、離すとスッと落ちていきます。あと説明してなかったんですけど、テックヘルメットみたいな感じで生物の周りにこんな感じでね、分かりやすいように色がつきます。これめちゃくちゃ分かりやすいんですよね。最近だとスノーオールとかにも似たようなのはあったりするんですけど、普通の視界に生物がこうやって赤くシルエットが光ったりとか、これめちゃくちゃありがたいですよね。ちなみに味方は緑です。で、攻撃手段なんですが、普通のこのこれ以外にもこんな感じで、まあ、ネットを飛ばして捕まえてから長押しをして捕食、まあ、これ吸血ですよね。吸血、これをやることで自分の体力も回復するそうです。でもって、ブラッドストーカーの体力が 40% 以下になると非常者の体力を吸い取っていくらしいです。ちょっといっぺんやってみましょうか。ダメージを与えて 40% 以下にして乗ると、はい、体力右下削られてます。右下の体力削られながらこのブラッドストーカーの体力はどんどん回復していくと、こっちの体力はもう死にそうになっていると。で、まあ、死ぬ前に今脱出しました。でもって血液パックが、血液パックがあるんですよ。血液はさっきちょっと捨てたんだけど、これを懐に持っておくと血液パックを飲んで回復してくれます。自分の体力は削られないんだよね。もう一回ダメージ与える、はい、ごめんな、はい。でこの状態で乗ります。で血液パックを消費して体力を回復していく。プレイヤーの体力は削られない。なのでまあ自分のインベントリに血液パックを持ったまま活動していれば、敵からダメージを受けたとしてもその血液パックを吸って体力を回復してくれるってことですね。でそれが始まるのが 40% 以下、この体力 40% 以下から体力回復が始まる。もし血液パックが持ってない状態でかなり死にそうになってて、それでも戦い続けなきゃいけないっていう状況だと、下手をすると、このブラッドストーカーに血を吸われることによってプレイヤーが死ぬということもあり得るというわけですね。この状態でクロスボウを構えてみます。するとまあね、こんな感じでブラッドストーカー狙いやすいように立ち上がってくれるんですね。まあ、これ立ち上がると形容するのかどうかちょっと怪しいところなんだけど、で1燃焼視点だとこうさらに打ちやすいような感じになります。これを解除すると、はい、元に戻る、こんな感じですね。で構えると立ち上がる、1燃焼視点になる。でこう撃てばいいといった感じですね。でこのブラッドストーカーなんですが、なんと水の上を滑れますすごいよね、こいつどんだけ機能を背負ってんだっていうぐらいね、多機能なんですよ。でさらにこの水の中にいるやつらをさっきのフィオミアみたいな感じでグラップすることができる。あ、でかいかも出てきた。捕まえて魚をゲットすると、
メガロドンぐらいのサイズになるとちょっともうできないんですけどね。でクールタイムは右上に表示されてます。このクールダウンって書いてある、これがなくなるとさらにできるといったところですね。引っ張るだけだとクールダウンのタイム別に必要ないので、いくらでも引っ張ってこれるんですけど、こんな感じ で魚は水面に出るともう勝手に死ぬので、この死んだやつをシーキーで普通に捕食するのもありです。でここからさらに実はこいつは潜ることもできます。 X キーで水中に潜ります。しかも結構速い、移動速度も結構早めの速度で移動ができる。だからタンクさえ背負ってれば普通に海洋生物並みの活躍もしてくれるんですよね。で酸素ゲージは一応あるから時折呼吸はしに行かないといけないんだけど、なんかわからないんだけどこのマップものすごく呼吸長く持つんですよ。これ別に設定いじってるわけでもないんですけど、酸素量こいつは645でこれ100なんだけど、減り方なんならこの645の酸素量を持ってるうちの子よりもプレイヤーの方が酸素量の減り遅いんですよね。これ別にこの子に乗ってるからっていうわけでもなく、オフィシャル PV サーバーでも同じぐらいの減りの遅さでした。不思議ですね。これちょっと不思議なんですよね。で水の中に潜るとさすがに糸は出せなくなります。だから切り裂き攻撃は一応できるみたいなんですけど、これ当たるのかな。あ、一応攻撃はできるみたいですね。ちゃんと攻撃は当たってます。で上に上がるときは水面まで出て行ってもう一回 X キーを押すとアメンボモードに戻るといったところです。でブラッドストーカーのすごいところはそういった移動とか攻撃だけじゃなくて、狙った獲物を捕まえてから引き寄せて、でこの状態でテームのためにこうクロスボウを撃つこともできると。この子はまあそんなに逃げていかない感じだったので楽だったんですけど、普通に逃げていく個体とかだとこの子が大活躍するっていうことですよね。すごい逃げてこうとしても蜘蛛の糸に捕らえられているからゆっくりしか動けない、離れていっても巻きつかせてこっちに近寄らせることができて、でその状態でクロスボウを撃って気絶させることができる。なんというか本当チート性能ですよね、ブラッドストーカー。すごすぎる。というわけでご視聴ありがとうございました。とりあえず知る限りのことは話させてもらったんですが、足りない点等あったらコメントなんかでね話してもらえるとありがたいです。いやこれ最高速度を維持し続けるならジャンプを多用するのが一番早いかもしれないですね。しかしブラッドストーカーは本当にチート性能ですね。テームよし、移動よし、何でもござるのチートキャラ、ガンガン活用していきたいと思います。ではでは、よかったらまた見てね。次は本編動画が公開されると思います。じゃ、まったねー。